はいどうも、鈴木でーす。今回もね、原神やっていこうかなと思うんですけども、実は裏でですね、冒険者ランクやっと23まで上げました。はい。で、23まで上げたんで、次の魔人任務いけるんですよね、これ。そしてね、ここの魔人任務の舞台がなんと、リーウェ港なんですよ。リーウェ港。ここのね、土地がね、めちゃくちゃ綺麗でね、場所が、立地が。ってことで、もう早速行こう、リーウェ港に。もうリーウェ港まではね、解放してるんですよ、実は。裏でね。配信で開放してたんで、ここまで。はい。もうここに飛ぶだけです。あ、ここら辺から飛ぼうかな。うん。いきなり中に飛ぶんじゃなくて。ってことで、行きましょう。おっしゃ。リーウェイ港に着いた。ここがですね、リーウェイ港ですね。もうね、レベチ、景色が。ほんまに。見て、これ。これさ、ただなの。このゲーム。何がエグいって。この景色、すごくね。俺初めて来た時マジ鳥肌立ってんか、これあまりにも綺麗すぎて、これもなんか文句なしやわ。もうここに関してはもう文句出えへん。こんなどこやろ、この辺かな、クエスト。あ、ここや。元神に会いたいならチャンスは1年に1度きりだよ。そうやね、元神って言うんや。そう、岩の神に会いに来たんすよ。で、岩の神はね、1年に1回この土地で祭りがあんねんけど、そこでしか出えへんらしいね。で、ちょうどその時期にね、来れるということで。金融野郎が教えてくれなかったら、今年の七星厳選儀式は見逃すところだったな。パイモン、場所知ってんのか。金融野郎が開催を教えてくれたから気づけたんだ。そんなオイラが場所まで知ってるわけないだろう。まあそうか。せっかくリーユエに来たんだから、ここの人たちに聞いてみよう。じゃあまずは情報収集やな。そうだ、元神モラクスだけど。モラクス知ってるか。オイラたちが使ってるモラはその神の名前が由来なんだ。へえー、そうなんや。知らんかった。オイラたちみたいなよそ者がリーユエで元神の名をそのまま呼んだらすぐに無礼なよそ者扱いされるから気をつけろよ。お、結構信仰心高いんやな。ここはリーユエの人たちと同じように元王帝君って呼ぶようにしとけ。元王帝君、わかりました。元王帝君ね。あ、この人っぽい。冷戦儀式ね。確かに言われてみれば今日だったかしら。え、ここの人はね、そんな感じなん。元王帝君が毎年新宅を下し、この先1年のリーウェイの経営方針を導いてくださるの。去年新宅を迎えたのは確かリーウェイ七世の幽変。幽変、幽変。ああ、それならオイラも知ってるぞ。モンドが自由の都であるようにリーウェイは契約の国で商業と貿易を大切にしてるんだ。まあ多分この商業と貿易、ちょっと待って、これ作り込まれてんな。そう考えたら大抵商業と貿易がさ、やっぱさ、その盛んになるのって海辺やんか。船使っていろんな国と海使いながらさ、航路でやっぱりそういう、まあ多分世界史とかでもそういうのがあるんじゃないから、これめっちゃ作り込まれてくるね。ってことは土地的にも7つの勢力を代表する7人の商人、リーウェ七世がこの国の実質的な管理者だぞ。おお、なるほどね、権力者が。他国の人はいつもそういうのよね。ん、私たちにとってリーウェの真の管理者はずっと元王帝君よ。あー、なるほどね。七世は人間、帝君は神様。まあそうやな。モンドには自由の神様がいないけど、私たちのところは違う。ちゃんと神様が存在するの。なるほどなるほど。口で説明するのも難しいわね。あなたたちもリーウェ港にいれば、おのずと分かってくるはずよ。まあでも大体分かるよ。まあ一番トップに神がいて、その下に7人の権力者がいるわけやな。で、大体その、まあ構図としてこの町が成り立ってるわけや。で、まあ一番トップのその神は1年に1回しか来へんから、基本的には多分1年中、その7人の権力者が、この、国を仕切ってるんじゃないの。神のいない城を離れた次は私たちの国、神と共にある歴史を体験するといいわ。神と共にある歴史、いいね。いやあ、君たち七星厳選儀式を見るために他国から来たのかな。そうです。熱心だね。そういえばこのリーユエに数十年も暮らしてるのに私は一度も見に行ってないよ。そんな感じなん。まあ言うたら俺も京都に住んでて祇園祭りをほぼほぼ行ったことがないみたいなもんかな。その土地のお祭りにあんま行かんみたいな。これが地元だからこそ行かない名所というやつか。まあそういうことなのな。それはさておき、君たちの旅路に幸があらんことを祈ってるよ。
リーウェイようこそ。なるほどな。まあまあ地元の人行かへんとかあるような祭りあんまり。最後はこいつか。君たちも七星ゲーセン儀式を見たいのかい。私もさ、ここの誰もが見たがる儀式だからね。どんな儀式かめっちゃ気になるわ。商人としてリーウェイの最も重要な祭事に関心を持たないわけにはいかない。昨年の新宅にあった17のお言葉は市場に大きな影響を与えたんだよ。17の言葉。それに今年に入ってからずっと天守園の行幸様が動くという噂も耳にするしね。天権の行幸様わからんな。誰やろ。の目の持ち主が元素の力で作った岩石を彼女は税務上の鉱石の範囲から除外したいらしい。ちょっとわからん。多分政治的な話かな。かなり専門的な話だな。信託と市場に関心を持つ人々が多いのもこの貿易港の魅力の一つだ。岩王帝君はね、七神の中で最も古い人柱なんだ。そうなんや。あ、だからモラとかに使われたかな、お金の単位に。その先を見据える目を我々はいつだって頼ってきた。それに今年の信託を1秒でも早く知れれば他の人よりも早く儲けることができるかもしれないからね。すげえ商人魂や。お前マジ金と食い物にしか食いつかへんな。そうだな。ここからだと距離があるし、細かな道の名前を言ってもきっと覚えられないと思う。とりあえず玉境台へ行きな。高いところを目指すといい。玉境台ね。そこはこの港で最も高い場所にある。ほら、高いってだけで神と対話するにはうってつけの場所な気がするだろ。なるほど、玉境台了解。お、やってんね。これじゃね。これや多分。ゲーセン儀式の日に願い事をすると叶うって聞いたぞ。試してみたらどうだ。お、マジ。じゃあ、あの原石2000個ぐらい欲しいや。いや、もっとや、2万個ぐらい欲しい。航路に弧を当てる。ちょっとこれなんて読むの。こういうのあるよな。でも神社にリーウェイは初めてかい。実は私も初めて七星ゲーセン儀式を見に来たんだ。ほら、あれがリーウェイ七星の天守園行幸様だよ。おお。リーウェイを管理する者にゲーセン儀式を仕切る資格が与えられるんだ。そうだ、知ってるかい。リーウェイの仙人たちの多くは獣の形をしていてね。ほう。岩王帝君自身もこのような公式の場では半分麒麟半分竜の姿を見せるらしい。すげえ気になる。願い事の邪魔をしたら悪いね。さあ、この場所は君に譲るよ。眼神から手がかりを得られますように。あの人気になる。多分あのさっき言ったさ、7人の権力者の1人ってことかな。あの女の人は白髪の。ただもう一個願い事しなあかんかもしれない。この人や。止まれ。はい。ゲーセンの場において部外者はここまでだ。はい。ちっ、ケチンボ。すいませんでした。よし、これが2つ目かな。君も戦機に触れに来たのかい。戦機。お兄さん分かっとるね。この日に願い事をすると帝君と仙人たちの加護を得られるんだ。こっちはもうお願いが済んだから、ここは君に譲ろう。おざです。ありがとう。ありがとうございます。妹が早く見つかりますように。まあ2つもお願い事したし叶うでしょう。お願い事したら光るの。ちょっと何なるのこれ。願い事もしたし、あとはここで儀式が始まるのを待つか。行幸様の準備はあとどれくらい必要なんだろうな。さあどれくらいだろうな。さっき入るなって言われたしな。めちゃくちゃ入るんじゃねえって言われたからな。お、パイモンともに、あ、儀式始まったって。うわ、人がたくさんいるぞ。もう少し前に行こう。後ろにいたら何も見えないぞ。それできんのパイモンだけやね。それできんのパイモンだけ。時は満ちた。
お、来た。これが眼神？でもなんかめちゃくちゃ弱ってるくない？ペイ君が殺害された。この場を封鎖しろ。ちょ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 、どういうことや、どういうことや。急に殺害？今召喚したばっかりのに殺害？どういうこと、どういうこと。一体何があったんだ今。ペイ君が殺害されたって。え、死んでる？まさか眼神が死んだ？マジかよ。あのハリーポッターのあれ思い出すわ。シリウスが死んだ？あれって洗顔ガンだぞ。現場近くにいた怪しいやつを取り調べしてるみたいだ。怖いな。犯人がこの近くにいるなんて。え、でも今召喚したばっかり。オイラたちもその現場近くにいた怪しいものってことにならないか。逃げるか。どこ行くんだ。眼神はあの時の敵かもしれない。相手の信者に囚われるわけには、相手の信者に囚われるわけには。眼神は敵ではないやろ別に。でも主人公から見たらその可能性もあるのか。外にも兵士がたくさんいるぞ。バカに、そういうことか。そういうことか。けどよっしゃー、あぶねー、危ないぞ。なんか逃げたら余計怪しくない？逃がすか？少年、動かないで。え？あなたは一体？ついてきて。でお前もなんで戦おうとするんで、バカか。お前話し合いで解決はしようとしないのか。お前なぜ戦おうとする。お前疲れたぞ。魔法で飛ぶには筋肉使わないよ。思いやりが足りないぞ。オイラの幻想の翼はめちゃくちゃ疲れて。あ、そうだ、お前誰やこいつ。タルタリアだ。講師と呼んでくれていいよ。講師ってことはどっかの王族とかの家系ってこと。講師って何。うわ、オイラたちを助けたからって見下してないか。そんなつもりはないさ。名前というものはただの記号だからね。と君たちはモンドで宿女に会ったね。ああ、はい。宿女、講師。お前、ファデュイの執行官か。そういうことか。ああ、そう怖い顔しないで。別に喧嘩を売りに来たわけじゃないから。どうやら宿女は君たちに悪い印象を与えたようだね。ふん、あの女のことは俺も好きじゃないんだよ。ファデュイ内でもなんかあれなのかな、勢力みたいなのかな、勢力図みたいな。ひとまずあの女がしたことは一旦忘れてくれ。俺は君たちを助けに来たんだよ。ほら行って行って、ほら行って行って。あのさ、一応俺もファデュイの執行官だよ。話くらいは聞いてほしいかな。ファデュイの勢力図、違う、ファデュイの勢、ちょ、ファデュイの勢力図が気になるな。3回言いました。悪いやつじゃな、いや、まあ悪いやつか。とにかく君たちと喧嘩したいわけじゃない。とりあえずこいつを倒すなんて考えは一旦置いておいてくれない。なんなんや、じゃあ。サンキューな、騎士さん。君のモンドでの活躍は聞いたよ。だからさっきの儀式中、君のことを少し観察させてもらった。てかもう素性バレてんや、顔とかも全部。だからこそ君に怪しい動きはなかったと知っている。神を殺した犯人は別にいるだろう。お前じゃないんか。おい、ちょっとお前やろ絶対。ファデュイやろ。だってお前、ファデュイの宿女はだってあのダルタリアやったっけ、バルバトスや。バルバトスのお前、神の心臓を取ってったぞ。おい、ファデュイの狙いはそれなんじゃないかお前。けど嘆かわしいかな、ファデュイはスネージナヤの使者だ。
こんな大きな事件に対して俺の証言は信じてもらえないだろうね。そうだそうだ。リーウェを統治する七星はいつだって俺たちを疑惑の眼差しで見てくる。それはファデュイのせいだと思うけど。そうやぞお前ら、心臓返せあいつの。それは否定した方がいいのかな。まあいいさ、知らない人と距離を置くのは賢明な判断だ。俺も警戒されるのには慣れている。しかしこの状況下で犯人の疑いを晴らしたいのなら、君には北国銀行まで来てもらう必要がある。ほう。それにここに留まり続けるのも良くない。リーウェには壁に耳ありということわざがあるからね。ああ、障子に目あり。障子目ありはどこの国の言葉なのな。じゃあリーウェイが壁に耳やったらここか。あ、ファデュイおるやんけ。ちゃんとあのマスクしとる。北国銀行。そう、ここはスネージナヤがリーウェイに開設した銀行だ。ほーん。リーウェイはテイワットで最も盛んな商業の中心地だけど、うちの国にもお金はたんまりとあるからね。別の国の銀行を建てたってことやんな。リーウェイ、簡単に言ったら岩の国の中に氷の国の銀行を建てたってこと？まあ、貧乏な国だったら上から目線の偉そうな外交官をセピロス騎士団に派遣する余裕なんてないだろうしな。はい、これを君に。何それ？これは？さてね、時としてお金で物は買えても名前は買えない。簡単に言うとこれは目印となるものだよ。三眼五剣仙人が君に危害を加えないためのものさ。三眼五剣仙人。仙人だって。城を出て北に向かうと桐原の西に石林がある。絶雲の間という場所だ。リーウェの人々はその地に仙人たちが暮らしていると信じている。信じている。ああ、彼らはその伝説を信じてる。だから人々は絶雲の間の近くまで足を運んで仙人にお参りしても中に入ろうとは一切しない。なるほど。でも俺は信じる必要なんてないんだ。なぜなら絶雲の間に仙人が確実に存在していることを俺は知ってるからね。でもその仙人の話をしてどうすんの？そのあれ、元神が死んだことと関係あるのか？ファデュイの情報網ってすごそうだな。でも仙人に会ってどうするんだ？そうねえ、おちびちゃん、人々が仙人にお願いするときってどんなときだと思う？その多くが金のためであり、病を治すためであり、良縁を結ぶためだ。そして君たちは真相のため。あ、なるほど。真相？元神を殺した？七星が仙岩軍を派遣したのは儀式を見た者の中から犯人を探そうとしたからだ。しかしただの凡人があの仙軍を一掃したという武神を簡単に殺せると思うかい？元神は別に神の力を捨てたわけじゃないんだよ。こんな雑な対応、七星らしくない。おそらく真犯人を隠すため、もしくは別の何かを隠すためかもしれない。詳細は俺にもわからない、はあ、今北国銀行が仙岩軍の捜査を遅らせてはいるが、それもずっとは続かない。それに仙人には関係がないからね。リーウェは元神と仙人たちが共に作った地だ。もちろん武力で。仙人の元へ行くといい。七星の使者より早くねじ曲げられていない真実を彼らに伝えるんだ。今このリーウェで君を助けてくれる人物は他ならぬ絶雲の間の三眼五剣仙人たちだけだよ。なるほど。え、これ普通にモンドに帰ったらあかんの？もうモンドに逃げ帰ったらあかんのこれ。やらなあかんのこれ。あ、逃がなあかんのか。ここに仙人がいるんか。何者だ、なぜ勝手に絶雲の間に入った？あ、ほんまに動物の見た目してる。獣人って、獣の見た目してるか、獣の見た目してるって言ってたもんな。これを見てほしい。近畿滅却の札。これは久しぶりに見たな。属性の人の手にまだ残っておったが、我は三眼五剣仙人、
昨月蓄養神君だ。ちょ、わかんない。旅人よ、なぜこの地を訪れた。だって、昨月蓄養神君。実は名前えぐいな、お前。犯人がいたぞ。こんなところまで逃げていたとは。大将、これ以上絶雲の間には入れませんよ。仕方ないだろ、犯人を捕らえるのが最優先だ。おいおい、入っていいんか、ここ全千人の前やぞ、お前。いいんか、お前ら。おい、どうすんの、入ってくるのか、お前。想像しい。そうっすよね。彼らを送り返せ。だが殺生をしてはならぬ。任せてください。わかりました、千人さん。多くないですか、一人ぐらい。この人もバレないと思うんですけど、ダメですか。てめえら、どけ。天道万象。大丈夫です。これもまだ死なないんで。あ、大丈夫です、千人さん。これは多分大丈夫。あ、固まってるだけなんで、別に殺してないです。オッケー、全部倒した。さて、本題に戻ろう。旅人よ、来訪の理由を述べよ。実はですね、なんか犯人に疑われてまして、鑑真を殺したっていう。鑑真？言語道断。実に嘆かわしい。リーユエ七世。失望したぞ。ブチギレ。ゲイセン儀式の途中でテイ君が暗殺された上に、テイ君が暗殺された後、儀式を見に来ていた一般人に容疑をかぶせたと。やべ、めっちゃキレてる。旅人よ、汝が濡れ衣を着せられていることは理解した。我に一つ案がある。しかし我の独断では危うい。仙人たちに知らせる必要があるだろう。他の仙人どんな見た目してんやろ。その禁忌滅却の札を持って我の言葉を伝えに行くとよい。どこに行けばいいですか。利水定山神君、龍雲釈風神君、この二人はここにおるが、会えるかどうかは絵にし次第だ。流れに身を任せるとよい。え、そんなざっくり。それともう一人、甲馬大聖の御法夜叉がおる。かの者には防除旅館に行けば会えるだろう。4人、合計4人いるってことは、あなたと一緒で、あなた合わせて合計4人か。とりあえず行くか。じゃあそっち、なんか願い事してるやん、お前。盗賊団って書いてある。お助けください、お願いします。俺ら兄弟に慈悲を。仙人様、どうか。盗賊団がめっちゃ慈悲願ってる。お前は誰だ、どこから。こっちが聞いてるのに。あ、この絶雲の間を安全に行き来できるってことは、なるほど。あなたはきっと仙人のお使いなのだな。俺ら兄弟を助けるため仙人様が使わせた使者なのだろう。何言ってんや、お前は。ちょっとこの人何言ってるかわかんない。慈悲深き仙人の使いをどうか助けてほしい。俺ら兄弟は貧困に苦しんでいただけなんだ。だから古老山の琥珀に宝があるって話を聞いて魔が差してしまった。お前琥珀取りに来た。うーわ、悪いことしてるやん、お前。琥珀取んなや。琥珀から宝を売って家計の足しにしようと。うーわ、お前、ここ神聖な山なんで、あんまりこういう鉱石とか取らないでもらっていいですか。はい。だが宝を探すため山道に沿って登っていたら、俺の兄弟が琥珀に食われてしまったんだ。琥珀に食われた。もう怖くて怖くて、俺は一目散にここまで逃げてきた。今になって考えると仙人様の敷地に侵入してしまい、それで天罰を受けたのかもしれない。兄弟を助けたいが、どうしたらいいのかわからなかった。だからここでひたすら仙人に許しを請おうと。そしたら二人の仙人の使いが来てくれた。なるほどな。オイラたちは仙人の使いじゃないぞ。オイラたちも仙人を訪ねに来たんだ。いや、違います。きっとあなたたちは仙人の使いだろう。リドウが閉じ込められた琥珀はこの山のどこかにある。慈悲深き仙人の使いをどうか助け出してほしい。わかった。
まあ仙人の使いとして今回は許そう。二度としないように。仙人の使いを感謝いたします。もう二度とこんなことはしないと誓う。うわ、役になりきってる。しかも随分と仙人の使いっぽいな。これ後で俺は怒られへん。仙人の使いを勝手に名乗った身として。仙人がどこにいるか聞きたかったけど、あいつ今は兄弟のことしか頭にないだろうな。どこや、あ、参道にある琥珀を壊すって書いてあるな。確か李藤はこの古老山の琥珀に閉じ込められてるって言ってたよな。あいつ琥珀盗むとかさ、よくなくないで、ここさ言ってたやんか。めちゃくちゃその神聖な場所で琥珀とかさ盗むやつマジで終わってるよな。ここで おるやん。琥珀に食われたってそのまま琥珀に入ってたんや。俺は一体あなたたちが俺を助け出してくれたのか。感謝する。そうだ、俺の兄弟を見かけなかったか。名前は李朝。俺と一緒にこの山に来たんだが。上にいますよ、上に。まさか兄弟も俺のように琥珀に食われたんじゃ。彼は山頂にいます。山頂にいるってことは無事なのか。ありがとう。俺も兄弟を探しに行こう。もう途中で琥珀に食われないように気をつけないとな。琥珀に食われるってどういうことなんや。仙人の使いよ、ありがとう。俺の兄弟を助けてくれて。てかお前らは仙人を見たことがあるのか。ああ、俺らも噂程度には聞いたことがある。この古老山は仙人の敷地だって。見たことはないんや。でも俺らみたいな凡人が仙人に会うなんて夢のまた夢だ。ただ尊き仙人の使いのあなたならきっと俺らとは違うはず。こいつ盗賊したくせにめっちゃ心入れ替わってる今のこの瞬間で。おっと、これ以上仙人の敷地でうるさくしてはいけないな。俺らは帰ることにする。本当にありがとう。お前らこれから盗むなよ。もうありがとう。マット握ろよ。仙人の使いからして、使いからのあれや、お言葉や。本当に仙人の使いだったらいいな。なんかここの仙人は気性が荒そうだ。でもオイラたちは悪いことしてないよな。三門を荒らし俗人を逃がしたか。お、キジ？キジっぽいな。これが次の仙人か。我が戒めをその身に受けよ。え？戦うの？おい、戦いたくないですよ、仙人とは。話し合いましょうよ、一度。古老山に侵入し、山の琥珀を破壊し、さらに戒めを受けさせた俗人を勝手に逃がすとは。全部そうなんで、あんま言い訳ができないです。あの俗人どもは、確かに戦意を知らぬかもしれない。だが、お前たちがやってきたことは、無礼千万。なんか作月畜養神君に言われてここに来た。作月畜養神君。そう、それ人間に言づけを頼んだだと。おお、これは近畿滅却の札か。まだ世に残っていたと。いや、みんなびっくりすんや。帝君がこの診察を作り人間に授けた。もともと数が少なく千年を経た今ではもうほとんど存在しないだろう。まずは詳しい事情を聞かせてみよう。後々その事実を確認させてもらう。ずっと怒ってんねんけど、こいつ口調が。リーウェ公は手が届かぬ場所ではない。虚言は通じぬからな。はいはい、あのアーダーコーダーがあってなすりつけられました。暗殺されただと。しかも下船儀式の最中に。リーウェの、いや、この世界の誰がそのようなことを。待て、帝君を暗殺できる者などこの世にそういるだろうか。やっぱそうよな、眼神ってめっちゃ強いよな。我らは帝君の律令に従いリーウェを守っている。人間界の繁栄により我々は山野に住むようになった。
これは人間を思ってのことであったのに。だが今、テイ君は、テイ君は、旅人よ、話は分かった。昨月蓄養神君が招聘した理由も分かった。これじゃ全員の仙人が集まるのは熱くない？この山の雑事を処理したら、他の仙人たちに会いに行こう。そういえばここの琥珀って知ってるぞ。あれは仙人の仙力だろ。仙力、小説とかに書いてあるみたいに、羽を草木に、唾液を滝にって感じで、あの琥珀もきっと同じ原理なんだろ。ちょっとキモいかも。そのような話は知らんが、これら琥珀は私が植えた花だ。花、名を登山葵という。へえ。この花の大部分は地中に埋まっている。これを踏むと琥珀が生み出され、侵入者を閉じ込める仕組みになっている。ああ、そういうことか。だから食われたって言ったんや。ここに隠居して以来、山の静寂を求めるためにこの花を至るところに植えた。おかげでここ数年で侵入者を数多く排除してくれている。だがたまに珍妙なものを閉じ込めることがあるが。あー、スライムとかな。じゃあこの琥珀って生きてるのか？その通り。もし私が軽率にこの山を離れれば、罪のない命まで傷つけてしまうかもしれない。それらの処理を済ませたら立つ。お前はもう行くがよい。了解。あと二人の仙人や。次どんなやつが来るんやろ。なんでこんなところに石のテーブルが？しかも食器と酒壺がたくさん。隣の椅子には字が刻んであるな。ここに龍雲がいる。龍雲、龍雲。ここに紀州が座る。それとここをテイ君が借りた。ほう。テイ君ってもしかして岩王テイ君のことか？紀州はちょっとわからないな。龍雲、そうだ、あの昨月蓄養神君が言ってた仙人の中に龍雲釈風神君がいた。おうおう。ってことはここはあの龍雲釈風神君が他の仙人と一緒に食事をする場所なんだ。なるほどね。もしそうなら仙人の好物を作れば、あの龍雲釈風神君の気を引けるかもしれないぞ。でも好物わかんのか。仙人ってどんな料理が好きなんだろうな。全然わからない。しょうがない、周りを見てみよう。過去に参拝しに来た人が何か手がかりを残してくれてるかもしれない。了解。仙人って人参とお肉のハニーソテーって好きだと思うか？ちょっとなんか仙人とは人参とお肉までいけるけど、ハニーソテーってなるとちょっと仙人に合わないかなって感じがするけど、無視か。主人公無視した。あ、これか、料理の痕跡。うわ、小麦粉が地面に散乱してる。ここで料理をしてたやつはいい加減だな。鍋の中にあるのは肉だな。何の肉かはわからないけど、この料理もしかして仙人へのお供え物か？お、一発目から当たった。肉類と小麦粉を使う料理か。唐揚げ？あれ、なんか紙が地面に落ちてるぞ。しかも足跡で半分汚れてる。この紙、料理と何か関係があるのか？レシピとかじゃない？あとここか。綺麗に片付いてるな。ここで料理をした人は後片付けをちゃんとしたみたいだ。多分仙人へのお供え物を作ったんだな。この食材は松茸と獣肉。ほう。レシピが隣に置いてある。ここで料理をした人は本当に几帳面だな。あれ、じゃあこれ作れるんじゃん。おい、ここがラストやな。どうやらここで誰かが料理をしたみたいだな。仙人へのお供え物を作ったのか。使い残しの食材がある。金魚草、
ハスの固く、そして豆腐。手間がかかりそうな料理だな。お、あそこ見てみろよ。なんかノートみたいなのがあるぞ。何個かあるんか。難しい料理だからレシピをメモするのも無理ないな。オイラたちも確認してみよう。なるほどね、多分何個か料理作れるってことか。はい、お供え物する。はい、お供えする。はい、お供えする。お、ちゃんと並んでる。ちゃんと、お、開いた。しかもあそこダンジョン、ダンジョンやけど報酬もなければ何もないな。バトルもする感じじゃないんか、もしかして。近畿滅却の札の匂いがする。お、仙人の声。お前たち何しにここへ来たかは知らないが、その敬虔な心に免じて機会を与えよう。おい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 、わらわに会いたくば、わらわが仕掛けた洞窟を通ってくるがよい。なるほどね、ここ全部倒していけと。理解。あ、ここがラストかな。なんか最後臭いぞ。あ、いた。あれ、こいつの鳥やん。わらわの戦況を通過するとは大したものだ。え、鳥2体いんの。わらわは龍雲釈風神君、お前たち何しにここへ来た。この仕掛けは仙人が作ったの。当たり前だ。わらわの仕掛けの術はたとえ奇襲や岩王帝君であろうとも称賛する。その割には結構軽々と言ってたけど。一人で住んでるのか。しかも大量の仕掛け付きで、まさか仕掛けの術を研究するため一人でこんなところに。伝説と同じで仙人たちって人間界を離れて隠居しながらすっごいものを研究してるんだな。わらわはただ人や仙人と接するのが億劫で静寂を求めただけだ。だがその静寂も長くは続かなかった。お前たちがその近畿滅却の札を持ってここにやってきたからな。ああ、そうですね。まあよい、お前たち用事は何だ。手短に頼もう。わらわの休息を邪魔してほしくないのだ。はい、じゃあカクカクしかじかでなすりつけられました。はい。帝君が、帝君が暗殺されただと。やっぱそうよな、神様が暗殺されたらそうなるよな。なんてことだ、誰がそんな大罪を犯した。このような荒唐無稽な話到底信じられん。調べさせてもらうぞ。いや、いっそ先にリーウェコを鎮圧してやろうか。後で終戦で。結構武力的なんやなお前。ちょっと待った、リーウェコを鎮圧って何言ってんだよ。リーウェコを全部ぶっ壊す気か。二度と同じ過ちが起こらぬよう雷帝がごとき手段を選ぶのもやぶさかではない。でも君はリーウェイクを守る仙人だ。そうだ、帝君の律令に従い、わらわたちはリーウェイクを3700年以上守ってきた。だが今そこに悪が存在する以上、非常な手段も取らざるを得ない。こいつもっとあれなんや、あの戦略的に賢いタイプなんかなと思ったけど、結構パワー系やん。お供え物を捧げた契約に従って。そうや、ここは契約の国や。そうだ、美味しい料理をいっぱい作ったんだ。全部やろうな。あ、鎮圧とかじゃなくてリーウェコーを守ってほしいんだ。せめて他の仙人の意見を聞いてくれないか。契約か。契約の神が暗殺された今、その言葉は皮肉でしかないな。確かに。リーウェコーの人間は時折契約をないがしろにし、白黒をあやふやにする連中だ。おいおい、契約の国やのに。だが
お前たちが契約の名のもとでわらわに協力を求めるのなら、わらわも契約を無視することはできぬ。お、その上お前たちは近畿滅却の札を持ってきた。はい。今その診察に戦力はほとんど残っていない。ただの制約の証に過ぎない代物だ。あ、そうなんや。さらにお前たちの話の真偽を証明するものでもない。さっきの話に偽りがないか調べさせてもらう。昨月蓄養神君の将兵もそのためだろう。なるほど。もういい、速やかに去るがよい。はい、下がります。直ちに下がります。よし、じゃああと一人か。あ、ここが防御旅館だな。どこにいるんや。絶対山に比べて仙人の気配が感じられないけど、本当にいるのか。確かにこんなさ、探してみようぜ。人がバチバチ集まるところにさ、いるんか。うん、いないな。すげえやろこのゲーム。綺麗すぎる。目に見えるものが必ず真実とは限らないぞ。まさかお前が仙人。近畿滅却の札。そうか、準備を整えては来たんだな。お前なんて読むかわからへん。なんて読むのこれ。これ何。てか人型か。そうか、別に獣になってるって言ってたから人にもなれるんか。だがそれは我がお前たちを傷つけないためのものであって、お前たちが傷つかないという意味ではない。よくわかんないんだけど。千と魔の世界に近づきすぎれば世の断りを踏み外すことになる。人のこの魂は千人ほど強くはない。血も千人の気運に耐えられないだろう。ここを去れ。お前たちのために言っているんだ。ああ、なこいつ。待ってくれ、ここに来たのは。ああ、もうなんだあいつ、全然話を聞いてくれないじゃないか。くそ、あいつ一番厄介かよ。あだ名をつけてやりたいけど、仙人の恨みを買ったら次から宝箱を開けるときにキャベツしか出なくなりそうで怖いからやめとこう。ちょ、パイもお前の判断基準なんなんそれ。どうすれば仙人と話ができるか旅館の女将に聞いてみるか。旅館の女神、あいつが仙人ってことに気づいてんのか。そして旅館の女将に聞けばわかるのか。それは、お、旅館の女将、これがベルゴッゴレット。ごきげんよう。この装いと顔つき、それから変わったな、仲間の精霊、わからないわね。あの仙人に関して。あら、もう潮様に会ったの。そう、珍しいね。彼が自ら誰かと会うなんてめったにないから、きっと機嫌が良かったんでしょ。あ、じゃあ仙人って気づいてんにゃ。あの態度で機嫌がいいのか。そうよ、仙人との縁はかなり貴重だもの。一生会えない人だってたくさんいるんだから。言い伝えによると、元神がリーウェイを作った時、仙人の力を借りたそうよ。でも仙人の多くは戦いによってリーウェイを守ることしか知らなかった。ほう。だから数千年もの間、貿易の都として人間がその運営の手綱を握り、仙人は隠居の身となったの。なるほど、それぞれ役割みたいなのがあったんや。お神は物知りだな。お神じゃなくてオーナーよ。お神って感じの年齢でもないからな。俺のイメージ、お神ってもうちょいなんか年のいってるな、な、そうや、年の、まあその、はい。とにかくあなたたちは仙人との縁を得た。あとは簡単よ。私のアドバイスに従って少様のご機嫌を取ればいいわ。またご機嫌取りかよ。あのご褒美者が喜ぶ姿なんて想像できないな。楽しみでしょ。私も彼の笑った顔なんて見たことないけど。笑わなさそう。まず
シェフに杏仁豆腐を作ってもらいなさい。それとあなたの得意料理を用意して。また飯かよ。杏仁豆腐は将様の数少ない好物よ。得意料理に関してはあなたに任せる。お前どんな料理が得意だ。満足サラダや。あまりミスが出ない料理だな。それ褒めてんのかお前。お前それ褒めてんのか。 OK、 満足サラダ GO。 はい、完璧。あまりミスが出ない料理なんでね。これが料理人か。休憩中だ、邪魔しないでくれ。杏仁豆腐作ってほしい。邪魔しないでくれ。ここのシェフはモンドの鍛冶師のワーグナーと同じくらいサービス精神がないな。あいつもこんな感じだったな。ゴレットのオーナーが頼んだのよ。なるほど、オーナーの命令なら仕方がない。だが残念だ、今は杏仁豆腐のような細かなデザートを作る余裕がないんだよ。なんで。どうしてだ。剣士の手が剣の調子を決めるのと同じように、料理人の手は料理のクオリティを大きく左右する。はあ。だが今の俺の手は、すまないがちょっと思い通りに動かなくてな。どうした。原因か。いや、実はお化けが出たってお客さんが言っててな。お前そのなりでお化け怖いんや。それにな、ついさっきキッチンで怪しい影を見たんだよ。このシェフ、見た目は怖いのにお化けの話になったら急に口調が弱々しくなったな。とにかくこの防除旅館が安全じゃないかと思うと、落ち着いて杏仁豆腐も作れない。仕方ない、最高の杏仁豆腐のためにキッチンに行ってみるか。杏仁豆腐作ってくれや、お化けなんていねえよ。なんでそんなさ、魔法とかさ、元素の力がある世界でさ、お前はお化けを怖がってるわけ。これか。特に何も。お、何あれ、ホログラムみたいな。なんつってんのお前、なんつってお前。お前たちも見たんだな、やっぱりお化けがいただろう。なんかホログラムみたいな感じだったけど、一体どうしたら。この様子じゃもうダメかもな。どうする。仕方ない、一回ゴレットに聞いてみよう。じゃあそのお化けじゃないあれ、お化けなん、あれの謎はどうする。元は大熱人のくせにそんなことでビビるなんて。あいつそうなんや。ゴレットはお化けが怖くないのか。そんな類のものなんて今までもたくさん見てきたよ。まあそうやろうな、この世界やったら。そういえば仙人が旅館にいるなんて誰も知らなかったのに。そうなんよ。ゴレットは、その続きは私の秘密だからね。ねえあなたたち、あの子にもう人を驚かすのはやめなさいって言ってきてくれないかしら。あなたたちをいいように使ってるわけじゃないわよ。あの仙人の言う通り、人の魂は仙人ほど強くない。ほう。仙人と関わることで傷ついてしまわないよう、まずはお化けからなれるといいわ。あれほんまにお化けなの。どうやってお化けを説得する。旅館に掛け軸があるんだけど、そこにリーウェで千年もの間伝わっているコーマインが描かれているわ。それを見てきなさい。はあ。そしてこの旅館の周りで完全なコーマインが見える場所を探してみて。はあはあ、あれほんまにお化けなの。はあ、これが見える場所、これだ。ここじゃない、ここや、この辺か、ここや。出た。あいつや。任せだぞ。これ問いかけたんやな。これほんまにお化けなの。消えた。は？追うしかない。お上の話だともう消えないはずだ。こいつか。ほんまにお化けな。メイちゃん。メイちゃーん。くー、
お前何してんねん。オッケー、倒した。なんやこいつ。やっと捕まえた。大変だったな。お化けだからって怖がらせるのは良くないぞ。ちゃんと分かってるのか。ほんまにお化けなんや。絶対話聞いてへん。怖っ。何この歌、怖い。分かった。姉ちゃん、もうお客さんたちをからかったりしないよ。今度はお兄さんが姉ちゃんと遊んでね。お、めんどくさ。もしお兄さん来てくれなかったら姉ちゃんが探しに行くから。声可愛いけどやってることほんまにお化けやわ。オッケー。なんだ。もう祟ったりしないとお化けと約束した。しました。 すごいじゃないか。はい。この現象感服したぞ。少し時間をくれ。最高の杏仁豆腐を作ってやる。逆に口約束だけでお前作れるようになるんだよ。最初から作れや。手の調子が戻ってきたぞ。よし作ってくれ。来た、作れた。またお前たちか。待て、まだ消えないでくれ。これはお前の大好物の杏仁豆腐に異国から来た旅人の得意料理、異国情緒あふれるサラダだぞ。さあほら早く。こいつが食べるのに夢中になってるうちにこれまでのこと全部話してやれ。こいつ話聞いてくれてる。ああ、聞いてくれてる。皇帝君にそんなことがあったとは我には想像もつかない。どれだけ時代が移り変わろうとも帝君がいないリーウェイなど想像したこともないからな。人間界を管理する姿勢はこの事件の裏でどんな暗躍をしたのか。なんでなんやろな。昨月李水リュウンの3人に会ってくる。彼らもそろそろ決断した頃だろう。お、仙人が代わりにリーウェイを管理する。仙人は己に課された責任から逃れはしない。我には属性に染まりたくない理由があるが、責任は責任だ。我らの神は契約の神だからな。やっぱそこをめっちゃこだわんな。契約。最後にもう一つだけ聞きたいんだけど。なんだ。なあ、姉ちゃんって一体何者なんだ。あ、知ってんのかな。妖魔退治をするとき稀に人に悪意を持たないが成仏できない霊に遭遇することがある。ほう。だからオーナーと支配人にしばらく世話するよう頼んでいたんだ。あ、そうなんや。頼んだんがこいつなんや。防御旅館が面倒を見てるのか。この旅館のサービス範囲広すぎだろ。あのメイちゃんも後となんか関わってくんのかな。気になるな。オッケー、とりあえず全部一段落したから更新話すか。やっと戻ってきた。絶運の間はどうだったかな。まあなんとか。なるほど。昨月蓄養神君、利水定山神君、流雲釈風神君、高魔体制、ファリュイも把握してない名前がいくつかあったね。あ、そうなんや。お礼に君にいい情報を教えてあげよう。神の死に対してリーウェ七世の反応がとても興味深くてね。ほう。真犯人が捕まらない限り先祖の亡骸を目にすることは許さないと彼らが公言したんだ。はあはあ。その上情報を封じようとしているけど、儀式を見に行った人はたくさんいたし、たとえ七世でも噂を止めることはできないだろう。え、マジでなんで殺したの。先祖の亡骸。リーウェの通説では元王帝君も仙人だからね。はいはいはい。元神は契約の神であり仙人たちの祖とも呼ばれているんだ。すべての三元五賢仙人は過去にリーウェを守る契約を結んでいるんだよ。うん、それ言ってたな。でもリーウェを守る契約は。そうか。道理でリーウェのことになるとすぐに動いたんだな。
その通り。彼らには責任もその資格もある。もしリーウェを管理する七星に問題があったら、それを非難する資格がね。元神の魂が天に召されたとして、その亡骸をなぜ七星が隠そうとする？どう考えても疑わしい。確かにね、死体をなんで隠すんやろ。こっちにとってかなり迷惑。そうだよ、オイラたちはあの神に会いに来たんだった。もしリーウェ七星が先祖の亡骸を隠してて誰も近づけさせないなら、こいつが七神を訪ねるっていう目標が叶わなくなる。ん？七神を訪ねる？それはまたどうして？おいおい、それ以上詮索するんじゃない。お互い、まあな、今はちょっと協力関係にあるかもしれんけど、まあそこまで詮索はするな。ノーコメントや。いい答えだね。いいとも簡単にファデュイに騙されるような騎士ではいい騎士とは呼べない。そうだろ。こいつファデュイに所属してるんやろ一応。なんかあのこの前の宿女とはまた別タイプやな。でも今回に限っては君を助けることができるよ。本当か？少し時間が欲しい。人探しする時間がね。この行き詰まった状況を打破してくれる人を見つけてくるから。え、ああ面白い。この不局の段階で平静を保っていられるほど、最終的に訪れる混乱は激しくなる。この目で決壊する暗流を見るために、俺と再会するまでどうか生きていてくれよ。何や、誰連れてくんにゃ。気になる。熟知の秘境を解放。あー、なんか今天部って書いてあったから強化素材みたいなもんか。うわー気になるし、ここから冒険者ランク25必要なんかよ。マジか。